セレナの妹に元気だね。電波ビンビン飛ばさないと困るから、スーパーでボタン電池買ってきてやった。ホームページで手形調べて、電池交換してやったのだ。ちなみに完全に電池切れても、エンジンかける方法はあるから安心なのだ。はい、皆さんこんにちは。ちょっと今回ですね、先日ショート動画で、リモコンのバッテリーを変える動画を上げたんですけど、その時に自分で説明してて思ったのが、リモコンの電池が完全に切れてしまったらどうやってかけるんだろうっていう風に、かけ方ねあるんですけど、実際やったことがないんですよ。なので実際やってみたいと思います。今これ電池交換済みなので、今はねかかります。そしてエンジンもかかっていますね。ではとりあえずエンジンを止めます。はい、エンジンを今止めました。もちろん今この鍵が室内にあるので、ブレーキを踏んでこのボタンを押せばエンジンかかるんですけど、じゃあこの、なんかね、出先で水に落としてしまったりとか、まあ電池がもう充電が全部なくなってしまうってこと、まあなくはないと思うんですよね。あとはまあ、そうだな、踏んづけて割っちゃうとか、リモコンが効かなくなってしまったと。で、この車、鍵を挿すところがないんですよ。ちなみに鍵はね、ついてるんですけど、鍵を挿すところがないので、どうやってかけるのか。まあ、やり方は調べればわかるんですけど、実際やったことがないんでやってみたいと思います。はい、というわけで、疑似的に電池切れを再現するために、電池抜いちゃいます。はい、電池抜きました。じゃあ、とりあえずこの電池を抜いた状態でもう一回組み立ててみます。はい、今、インテリジェントキーの電池を抜いてしまいました。まあ、とりあえず形を作るためにキーを挿してみます。インテリジェントキーの中には電池は入っていませんので、今ね、エンジンかかんないと思うんですよ。ちょっとやってみましょうかね。はい。ブレーキを踏んで押す。キーが見つかりません。キーあるのに、えい。当然エンジンはかかりませんね。はい、かかりません。じゃあどういう風にかけるかというと、まあ、これ日産のですね、YouTube でもやってるんで、まあ、そっちを見てもらえれば間違いないんですけど、これをブレーキを踏んでつける。お、乗った。エンジンスイッチを押してください。ブレーキを踏んだまんま押す。おお。かかりましたね。このインテリジェントキーの中には電池が入ってないんですけど、エンジンをかけることができましたね。ついでにもう一個確かめてみたよ。このインテリジェントキーの中には電池入ってないんですけど、エンジンをかけることができました。ではですよ、インテリジェントキーを踏みつぶしてぶっ壊しちゃった場合ってどうなんですかね。さすがにぶっ壊す勇気はねえよ。まあ、とりあえず何もないんじゃエンジンかかるわけないんで、この電池の入ってないキーの部分と、この鍵の部分ですね。おそらく IC チップが入ってるであろう、この鍵の方ですけど、これをどっちだとエンジンがかかって、どっちだとかかんないのか、それもちょっとやってみましょう。ではでは最初は、鍵だけがある状態。まあ、この状況はもしかしたらあるかもしれないですよね。リモコン踏んづけちゃったとか、いつの間にかリモコンがだけ抜けて落っこっちゃったとか、なんかそんなケースある可能性がありますよね。なので、まあ、この状態で、運転席のドアは開けられますのでね。じゃあ、これでやってみましょう。ブレーキを踏む。あれあれ、てっきりここが反応するかと思ってたのに。おお、全く無反応ですね。鍵だけだと反応しない。ってことは、無難にリモコンか。はい、これは鍵が刺さっていないリモコンだけの状態ですね。ブレーキを踏む。反応しましたね。鍵は関係ないんですね。こっちがどうやら反応するようですね。なるほど。リモコンの中身に種と仕掛けがあるわけか。よし、ちょっと取り出してみるか。はい、それでは、まあ間違いなくこれでかかるでしょう。ブレーキを踏む。なるほど。エンジンかけまーす。かかりました。まあこれ素手で触んない方がいいと思いますけど。なるほど。重要なのは鍵じゃなくてこれなんですね。
もしバラバラになっちゃったら、この部品だけ持ってくればなんとかなるかもしれないですね。まあそんな事態が起きないのが一番なんですが、はい。というわけで以上です。もしインテリジェントキーをどっかでぶっ壊しちゃったらですね、その残骸を持ってた方がいいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。結論が出ました。鍵をなくさない、壊さない。これに尽きる。